thank you この特別展は2011年10月から青森県立美術館で2012年1月からパナソニック塩止ミュージアムでそれぞれ2ヶ月間開催された今和ワジ最終講義展の全資料を借用するとともに民泊の研究や資料を組み合わせた特別展です円形の特別展示場1階の中央部分には借用資料を周囲には民泊で企画した資料を配置し 時計回りの動線を基本として設計した展示ですこの特別展にはいくつかの狙いが含まれています今和次郎の初活動を総括的に紹介するとともに民族学における光源学的調査研究を示すということがまず第一そのためにイントロダクション展示では光源学と民泊のつながり 金和次郎と梅瀬御多田のつながりを示し、その後、世相や衣服の一切調べ、住まいの一切調べを示しています。次に、特別展に展示されている研究や資料は、本館展示や収蔵庫の資料とつながっていることを示し、本館展示も見てほしいというメッセージを込めました。特に、本館展示場の民家模型などに注目して、暮らしの調査研究の成果を、 模型として再現することの意義を考えてほしいというメッセージも含まれていますこれらを通して原点に戻ろうというメッセージを込めました、えー、民博という博物館構想の原点ものから始まる民族学研究の原点、えー、文化は身近な記録や記憶に宿るという文化研究の原点その記録保存継承する博物館の使命という原点 これらを改めて考えてみたいということですまた今回の展示準備活動を通して様々なアーカイブ図資料から新たな発見があり展示に加えることができました一般には研究活動の終着点として展示を捉えることが多いのですが今回の特別展では展示活動が資料の発見・発掘につながり研究の新たな展開に結びつき調査・研究・展示 がさらに調査へとつながって丸い岩ができました。今後の博物館活動やアーカイブズ研究にとって良い前例になったと思います。今和次郎は東京美術学校図案科に在学中、叔父である今豊の務めていた時計医大で病理解剖スケッチのアルバイトをしてスケッチの腕を磨いたと言われています。ここにあるのは。 のの学教科書また今和次郎愛用の三角定規やクレヨンなど今和次郎のドローイングの基礎を示すす資料ですスケッチや図面フィールドノートなど今和次郎のアーカイブズ資料は工学院大学図書館で保存研究されてきましたが今和次郎が長野県諏訪郡で収集した資料のうち「かさと砥石入れは」はアチックミュージアムから 旧文部省資料館を経て、1975年に民泊に移管されています。今回の特別展に合わせて、工学院大学の荻原正光先生が今和次郎アーカイブズ資料の中からまさに収集した時のフィールドノートを探し出してくださいました。今和次郎と渋沢慶蔵の接点は柳田国男たちの作った博鳳会の重要なメンバーである。 石黒忠の夫人が渋沢慶三のいととここだったことにあります渋沢慶像のアチックミュージアム資料は日本民族学会が現法谷市に1939年設立した附属博物館に移管されましたがそれに先立って渋沢慶三たちは後期2600年記念事業の一つとして国立の日本民族博物館を建設すべきであると提案しました。 この提案にコン・ワジローが深く関わっており、構想図を描いています。コン・ワジローが1930年に陽光した際に見学したスウェーデンの野外博物館スカンセンがモデルのようです。この構想が第二次世界大戦後の右翼曲折を経て現在の民泊として実現したわけなので、コン・ワジローの構想図は民泊のルーツと言えるでしょう。 今井次郎と梅沢忠夫のつながりは第二次世界大戦前に遡ります。公言学を評価していた梅沢忠夫は自分がモンゴル調査を行うにあたって公言学的調査し方法を意識していたと梅沢自身が後に述べています。第二次世界大戦後今井次郎自身が自分は公言学を捨てた今は週刊誌がやっている。 と語ったのを聞いた梅棹忠夫は抗原学は崇高な精神に満ちており民族学調査に使える方法だ私が復興すると語りましたちょうど同じ頃今和次郎全州の観光が始まったのを機会に梅棹忠夫自身が九州芸術工科大学で抗原学の集中講義を行っておりその様子を伝える新聞記事が残されています同じ頃全球館の 金和次郎全州の第一巻が刊行されたのを祝う高換会が1971年2月に鎮山荘で開かれました呼びかけ人には金和次郎にゆかりの人々の名前が挙がりその中に梅沢忠夫も加わっています高換会のホストたちは丸に紺の字が入った揃いの印番点を羽織ってゲストを迎えたのですこの高換会を中心として 抗原学だけではない流行研究や服装始戦後の生活学などコンアジロの研究をカバーする日本生活学会がコンアジロ会長として1972年に設立されました学会にはコンアジロ賞が設けられ民泊の数名の研究者も授与されていますが梅沢忠夫の受賞した症状がこれですこの症状の背景の絵は 今和二郎の東京美術学校卒業制作作品の一つラオヤと子供」が使われていますここでは今和二郎の最初の仕事である民家研究を紹介しています東京美術学校図案科を卒業した今和二郎は早稲田大学の建築家助手となりその師匠である佐藤光一教授が柳田国男たちと始めた博望会に参加します 白坊とは屋根の茅が風化して白くなった古い農家を指しますがこの会は民族学学学地理学建築学文化研研究究が合体ししたた画期的な研究組織でした柳田にスケッチの腕を見込まれた今和次郎は全国の民家40軒のほか満州朝鮮半島まで調査しました建物だけではなく雨どい周囲の風景洗濯物など 生活の詳細なスケッチには詩のようなメモが添えられ人々に対する温かい眼差しや今後の住居がいかにあるべきかという問題意識が伺えますそこから名著日本の民家が生まれました東北地方の農民は雪害強作など悲惨な状況に見舞われその経済生活改善の調査が急務でした 江戸時代から続く貯蔵庫であるゴーグラの再活性による改善計画が立てられ白坊会のメンバーで農林省の官僚だった石黒忠厚に依頼された今和次郎は山形県各地域の気象条件に合致ししたた標準設計を行いました当時2,000棟余り建設されたゴーグラのほとんどは第二次世界大戦後に取り壊されましたが一部は個人に払い下げられ今でも地域で親しまれています。 1923年の関東大震災をきっかけにコンアジロの視線は地方かから都会へと向かいます瓦礫の中から有ああせの材料でバラック住居を作り始める人々の姿に現れる未来を生き抜こうとするバイタリティに感動した紺和二郎はスケッチに記録していきます。またた仲間と始めた バラック店舗などを装飾するバラック装飾者活動には人々に寄り添い新しい時代を歩もうとするエネルギーにあふれる造形表現が伺えますこれら活動の中から生活の変化をつぶさに記録しこれからの生活のあり方を考える光源学が生まれました白暴会が都会者の目線で失われていく田舎の生活を惜しみながら 記録するのに対し都会の庶民の目線で共に歩もうとする今和次郎は柳田国夫の考えと相容れなくなり両者はとを分かつことになさまざまな調べ物を続けその集大成として中央討論者の支援を得て1927年に紀の国屋二階ギャラリーで開かれた「調べ物光原学展覧会」は「 光源学とそののエスベラント風の名称モデルノロギオが初めて登場した機械でした一見無意味に見える「一切調べ」「ぐるり調べ」を積み上げる中から文化研究が生まれていくことを示したこの展覧会はジャーナリズムに大好評でその後の調査もまとめて1930年に刊行された「モデルノロジオ」「光源学は」は マスメディアの編集室には必敬と言われたようですが学会ではあまり変り見られませんでしたしかし京都大学の人文科学研究所などでは評価が高く民族科学研究に応用されていきます バラク装飾者の活動に関わり生活を空間として表現する建築設計の仕事において装飾が重要であると主張した今の態度はその後も一貫しています。関東大震災後の震災復興事業東北地方の農村構成のための東北セツルメント運動への関与大越村娯楽場、 秋田県立青年修練農場などは近代化の中で地域が抱える問題への回答や提言でしたまた合理的効率的な建築提供のための標準設計の仕事も今が生涯取り組んだ農村の生活改善を住まいから見つめた例です設計した自らの住宅や個人邸などにも身の回りから考える その人らしさが見て取れますその原点である東京美術学校図案科の卒業制作作品また個人邸のインテリアや食器調度品設計もここでは紹介しています今和次郎は早稲田大学で建築科目全般を60年近く指導したほか 日本女子大学など数多くの大学の教壇に立ち建築や装飾デザインに加えて生活研究など講義の幅を広げていきました。第二次世界大戦前農村の住宅や生活改善を科学的に訴え戦後は民主化の流れの中教養や文化も重視した近代的で総合的な生活改善を説きましたがそれを分かりやすく伝えるのに 今、和次郎の卓抜したドローイングは重要でした。また、学生時代に手掛けた舞台美術や衣装交渉をきっかけとする。復職研究からは西洋服装師に関するスケッチや反した日本の脳衣のスケッチが数多く生まれています。今、和次郎は第二次世界大戦後、いち早く人間の生活に関わる労働給養娯楽。 教養など諸活動と「衣食中」などの生活スタイルとを総合した「生活学」の樹立を構想しておりその後1972年に設立された日本生活学会はその意思を踏まえたものです。 1970年代から抗原学は各地でさまざまなグループにより復興されています名古屋を中心に活動する野外活動研究会もその一つで中心メンバーである岡本信也康子夫妻は日常生活や風俗の抗原学的調査を数多く実践してきておりますその中から生活文化の変化や物質文明の変化を解き明かすことができます ここではそののほんの一部を紹介しています。一見アマチュアの趣味道楽に見えるこのような一切調べが研究の始まりであることは梅沢忠夫が一貫して述べてきたことですが岡本夫妻の仕事はまさにそれを証明しているのです。 コン・アジロの東京銀座街風俗記録作品でわかるように賞をはじめモボ・モガと騒がれるほどには女性の様相は普及していませんでした女性の様相が普及したのは職業婦人や学校の制服に様相が取り入れられたからです様相の導入に努めたデザイナー田中千代さんの収集した衣服とコレクション四千点は 民泊に寄贈されていますがその中から制服をいくつか紹介していますまた同じ時代を描いた n s k 朝の連続テレビ小説カーネーションで使われた衣装も着用して展示しています田中千代コレクションの中にある昭和初めに実際に使われた衣服と現代の女優さんに合わせて作られたカーネーションの衣装を比較すると女性の身長の伸びに驚かされます 合わせて、大阪松陰女子大学高橋晴子先生による日本の洋装史の分析や、田中千代コレクションについて2002年に開いた企画展の記録映像も紹介しています。えここでは、住まいの抗原学的調査の一つとして、 京都の家庭料理おばんざいの研究家でエッセイストでもあった大村重のコレクションと研究を紹介します村茂の住まいに残された1万5,000件総数4万点余りの家財道具一切が民泊に寄贈されその調査を向川女子大学の横川公子先生を代表とする共同研究会が調査した仕事です。調査の最初は 名札に書き込みを入れていくことでしたまたこの研究ではモノと大村重自身の語りを付き合わせるデータベースを作っていますその中からモノの背景にある生活文化をあぶり出すものでありインタビューのほとんどない今和ワ郎の仕事とは大きく異なる民族学的調査手法の特徴が示されています調査研究を再現する方法の一つとして 住まいの再現がありますがここでは大村茂の好んだ今である中の間を再現し建具や道具を配置しましたまた暮らしの工夫の一つ柱の釘穴写真も示しています膨大な資料の一部は収蔵棚に並べて収蔵展示風に展示し 収蔵庫で資料が保管されている様子を再現していますここでは世界の住まいの抗原学的調査の一つを紹介しますまずマダガスカルを研究している飯田拓さんの仕事ですこのコンピュータ画面では静止画を合成したパノラマムービーで 家の中を擬似的に見て回ることができますこのムービーはそこから家財道具の調査データが検索できるインデックスといえます民族学の新しい手法を取り入れた抗原学的調査です2002年に朝倉俊夫さん佐藤浩二さんたちによって行われた韓国ソウルの李さん一家の生活財一切調べ 生活一切調べは画像データや映像記録と組み合わされたマルチメディアコンテンツとして見ることができますこれは民泊のウェブサイトから公開されていますこの特別展のテーマの一つは 模型による暮らしの調査の再現ですトイレの前には東京の大田区立郷土博物館で制作されたトイレ模型のほんの一部を借用して展示しましたトイレに関する運築が詰まっています 1944年の梅沢忠男によるモンゴル調査から70年若い研究者堀田イ美さんにより調査されたモンゴルゲルの火災道具一切調べです調べたゲル家の中のもの丸ごと一歳は2011年に民泊が収集しました季節ごとにキャンプ地が異なりますがこれは春のキャンプ地を再現しそれに応じた家具配置です。 堀田さんは物とそれに関する住民の語りを収集しており今和次郎ととは異なる民族学的調査手法と言えますこの調査から物を介した社会関係や人間関係が浮き彫りになるのではないかと堀田さんは狙っています。 本館展示場に展示されている縮尺10分の1の民家模型は8点最初に日本展示の4点が導入された時に2つの決断がありました一つは現状模型化復元模模型型という決断です制作のための調査が行われた1974年の時点で合掌造り民家は養蚕農家を廃業し民宿となっていました。 養蚕農家に復元するか現状のままでも経過するかの大議論の末、当時のお目佐をタダ館長は石油文明により生活文化が変化しつつある現状を記録することこそ民族学博物館の使命であると議論を収めたのです。もう一つは縮尺を十分の一とする決断ですが、それは模型制作のための民家調査を担当した。 テム研究所の真島俊一氏が和船特に江戸時代に日本で発達した穢財船の権威である石井健二先生から教わった話が発端です航海安全祈願のため船大工が作り自社に奉納された穢財船の模型ひな型と呼びますがのほとんどが十分の一であり 材線のの設計図面も10分の1で書かれ、れ寸法が記入されていないといなとうのです。実物の木材を曲げたり組み合わせたりする加工技術を示すことのできるギリギリの縮尺が10分の1であることすなわち奉納された雛形には技術伝承の目的もあったと石井先生は説いたのです。 宮大工の作る五重塔などの模型も十分の一が圧倒的に多いのも同じ理由ですし十進刻みのの法も実に都合が良いのですこの縮尺理論が馬島市から民泊創設時の展示プロデューサーであった川添登氏を経由して梅沢館長に伝わり民家模型は十分の一で作ることに決まりました。が そのためには、民家の周囲の植生、植物などや、家災道具の一切についても徹底的な調査が必要でした。その調査記録は、変化が激しい1974年当時の生活文化を徹底的に記録した貴重な学術資料に他なりません。これら膨大な抗原学的調査研究が模型として再現され、構成に伝えられていくのです。 E